はい、皆さんこんにちは。エクセニーコースの川原です。では2021年度、論文合格者対談を行っていきます。本日はですね、わざわざ関西から、村上啓太さんをお呼びしまして、はい、私の対談という形でですね、いろいろ合格までの過程ですね、いっぱいお話をしていただきます。本日よろしくお願いします。お願いします。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。最年少合格ですよね。そうみたいですね。何人かいるとは思うんですけど、はい、素晴らしいですよね。村上さんは、学生時代から在学中から勉強を開始されていたと思うんですけど、はい、具体的にはいつぐらいから鑑定士の勉強を始めたんですか、ね。そうです。大学3年生の2月なので、ちょっと4年生に上がる少し前ですね。なるほど。はい、で今は卒業されてるって感じですね。はい、今年卒業しました。ということは、4年の1年半ぐらいで受かったって感じですかね。そうですね。はい、それも短期間ですよね。学生の方ってなかなか鑑定士ってこう知ってもらえる機会ないんですけど、はい、何をきっかけに不動産鑑定士目指すようになったんですかね。周りの方と同じように就職活動する中で、その不動産業界にちょっと興味があったので、その流れの中で不動産鑑定士という資格の存在を知って、やっぱりその不動産を目指すのであれば、より専門性の高いその資格を目指したいなと考えて不動産鑑定士を目指しました。不動産に興味を持ったきっかけって何なんですか？やっぱり街歩いてる時に必ず目にするものなので、その一つ一つやっぱり違うところがすごく面白いかなと思って、そうですか。すごいですね。いいですね。はい、で、最高峰資格と言われてますので、不動産鑑定士目指すようになったって感じですね。はい、ありがとうございます。学生の方ですと、やっぱりその大学生活とこの資格の勉強ってこうなかなか今日両立で大変な部分あると思うんですけど、そのあたりってどういうふうになさってたんですかね？その3年生の頃には少し単位数とかも減ってきてはいたんですけど、やはりその大学に行く時間であったりとか、そのどうしても勉強できない時間はあったので、その朝とか夕方とか時間の取れる時にまとめて集中して勉強するようにしていました。なるほど。いいですね。朝ってこうゴールデンいいですね。そことか使ったり、うまく隙間時間とかうまく使ってたからですかね。はい、わかりました。ちなみにこう始めるにあたって、予備校さんいくつかあると思うんですけど、なぜこうレッグを選んでいただいた感じなんでしょうかね。一応その説明会の方に参加した時に、やっぱりサポートする体制とかがすごく整っているなと感じたのと、やはりその費用の安さというところでレッグさんの受講に決めました。費用の安さも皆さんが言うところ我々の報酬に跳ね返ってくるあとそうですね、サポート制度は多分それ自信を持って、その手続き面とか営業面も含めて、かなりサポート制度はこうしっかりとやっているので、それは本当に自信を持っているというところですね。じゃあ、まずはじゃあそうです、ね、担当の学習からちょっとお話ししましょうかね。担当の学習、こう自分でこうやる中でどういう点を工夫されて担当の勉強なさってましたかね。最初その講義聞いて、でテキストを一通り読み終わった段階で、まずその足別問題集、問題集の方をまず解いて、でその理解が足りてないところを中心にもう一回テキストを見返したりして、という感じで徐々に理解を深めていって、最終的にその問題集の方で間違いの多いところを重点的に回して、その本番まで持っていくっていう感じですね。もうそれこそ私が言っているこう、そうですね、足別を潰しながらテキストに戻って確認するす、ね、基本の通り、足別って何回ぐらい解いたりしましたかね。その問題によって多分数は違うんですけど、どの問題も最低5回ぐらいはまずやる。5回も解いたんですか。解きました。チェックつけていた。そうですか。ちゃんとチェック欄も使っていただいたんです、チェック欄5個もありましたっけ。3つぐらいですか、ね、いや、その3つやってその下に、すごい、チェック欄以上にチェックをしていただいたんですね。で、そうか、間違いの問題をこう絞っていって、本当に最後1日で確認できるぐらいに絞っていただいたんですね。そうですね、足別繰り返すことが一番いいかもしれないですね。じゃあ今度論文なんですけど、論文ってこう科目が、民法、会計、経済学、鑑定理論、4科目なんで、こう科目間のこうバランス難しいと思うんですけど、そのあたりってどういうふうに測ってましたかね。この民法、経済、会計とその鑑定理論のそもそもの比率が多分4対6ぐらいで、鑑定理論の方が多め、6の方が理論ですね。はい、なるほどなるほど。で、あとはその民法、会計、経済の中では民法がやっぱり一番苦手科目でもあったので、そこの比率を一番多くしたっていう形ですね。そうですね、大体やっぱり理論と教養と半々ぐらいの感じで皆さんやられてて、でその中でそうですね、教養の中でもやっぱ苦手科目に時間を割くって形で、応答的なバランスがあった感じですね。ありました。じゃあその4科目の中で、じゃあまず得意科目って何かありましたか。やっぱりその経済学だと思います。そうですか。それ経済学なぜ得意なこう感じになったんですか、ちょうどその大学経済学部だったので、そうですか、その
キーワードとか出てくる言葉とかグラフとか全然すごいイメージしやすかったので、まあ、すごくやりやすかったかなって。多分鑑定試験受けられる方文系の方が多いの で, で、ね、みんな僕も含めてあの経済学苦手にする方多いので、はい、それ得意にするってことはこうかなりこうリードできている部分は良かったところは多いと思います。あ、なるほど、はい、じゃあそのグラフとか言葉にも慣れているのでそれをまあどちらかというと論文なんで文書化するところの、ね、逆に、まあまあ、に力を入れたって感じですかね、はい、皆さんと多分逆かもしれないですけど。あ、なるほどなるほど、はい、じゃあ逆に苦手科目みたいなのはありますか？苦手な科目は先ほど申し上げたと民法。ああ、そうかそうか、その時間かけた民法ですね、はい、なるほど。民法苦手な分どういう点がこう苦手になっちゃったかですか、ね、その、まあ、初学者とか完全初学者という形 で、 もう理系ですもんね、でその中でも民法ってやっぱ形式面で結構他の科目と特徴が違うのかなと思って、うんうん、はい、その慣れるまではすごく大変でした。あ、その文章の流れとかも含めてですよね。あと量も多いのもそうですもんね、うん、なるほどなるほど。なんか最近ってこうあのなんか条文当てはめ的な問題とかあると思うんですけど、はいはい、そのあたりもこう意識されてたことはあったんですかね。そうです、多分最初大筋理解しようと思って、うん、その中で条文の理解も深めていったっていう感じです、うん、なるほどなるほど。意外とだから最近の本試験傾向ではその条文をこう意識したりする勉強も役立ったって感じですね。そうです、多分最初の講義の方で多分講師の方がおっしゃってたと思うので、なるほど、はい、条文大事だって言ったんですね。それで条文やろうっていう、なるほどなるほど、はい、分かりました。じゃあ一応私が担当している鑑定理論なんですけど、まあ、皆さんが多分一番こう苦労してしかも時間を一番かけるのが基準留置庫の暗記だと思うんですけど、そのあたりはどういうふうにやられましたかね。これはやっぱりもう必ず毎日まず、まあ、毎日すごい、はい、絶対やるよ言ってるんですけどなかなかそうやれる人いないんですけど毎日やられたんですね。毎日まずやるようにして、はい、で少しずつそのまあ暗記っていうのを進めていって、はい、でそのどん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 学習を進める中で、うん、その暗記のスパンとか量とかを多くしていって、うん、あ、すごい、まあ、ちょっとずつその精度を上げていこうかなっていう。なるほどなるほど。じゃあその回す期間も量も少しずつこう回転を早くして量も増やしていくって感じですね。なんか自分なりにこうどうでしょうかね、暗記の仕方ってこういろいろこう目読とか音読とかこう書くとかいろいろあると思うんですけど、はい、うん、どのあたりでやられましたかね。いろいろまあ一応試したんですよ、はい、最初はそのもうキーワードだけ絞って覚えようかなと思ったんですけど、うん、はい、やっぱりその流れがあっての鑑定理論の暗記だと思うので、うん、はい、もう最初に音読で、あ、そうですか。なるほど、声出してやつですか。読んで覚えたって感じ。そうですか。じゃあそれなかなか外じゃできなかった感じですか。そうですね、まあ、結構家の中で勉強してた方なので、あ、じゃあそこでもう自分で、うん、あの声出すのいいんですよね、はい、そのこう何ですか、自分の声で跳ね返ってくる。あ、そうですね、なんかそういうの意外と覚えやすい、はい、あ、だからあると自分なりのこの暗記のやり方みたいなものをこう、身につけてやっていただいたって感じですかね。そうですね、はい、分かりました。あとはじゃあその暗記を生かして、ちなみに今年の本試験で鑑定理論の論文って4問どうでしたかね。出来の多分前半の2問の方が正直その書き切ったには書き切ったんですけど、うん、まあ、ちょっと出来が良くなかったのかなっていうのは思ってて、自分の思うような点数にはならなかったのかなっていう、その感じましたね。対象確定条件の問題あたるところですかね。そうですね、なんかちょっと基準が抜けてたのかな。あ、まあ去年出たばっかりですからね書けると思ってたんですけど、まあ、本番見たらちょっと思い出せないところとかがあったので、うん、ちょっとそこの点数が不安なところでしたね、うんうん、その最終日3日目の論文の3、4とこはある程度書けた感じですかね。こっちの方がもう自信を持って書けたっていう、うん、なるほどなるほど感じです、はい、演習は多分こう今年のまあポイントの演習だと思うんですけど演習どうでしたかね。なんか得意とは言えなかったので、うん、どっちかというとその合格ラインを意識した学習をしていて、うん、で実際その試験問題を見た時にちょっと時間足りないなって思ったので、うん、あ、すごいもう瞬時に、ね、でその、まあ、なるべく解けるところまで解き切ってっていう感じで一応解いたんですけど、うん、まあ、最終的に6、7割ぐらいで止まったかなっていう。なるほど。具体的にどの辺まで処理したかですか。と DC4 なの、多分キャッシュフロー表を埋めるところの1枚、2枚目の途中とか。あ、じゃあそれ結構いけてる方じゃないですかね。でも多分途中で飛ばしたところもあると思うんで、なるほどなるほど、全体で言うと6、7割ぐらい。なるほどなるほど。まああの問題で最後まで処理できる人とか慌てない人いないのでうん、うん、まあ、その慌てた中でいかにこう実力発揮するかみたいな、だからちゃんとその辺がと実力発揮できたんじゃないですかね。そうですね、はい、はい、だと思います。じゃあ、そうですね、レックいろいろこう教材とか講座とかあると思うんですけど、はい、まあ、特にこう何か勉強するで役立った教材だったり講座ってのあったりしますかね。やっぱその全ての科目に通ずるその効果系、うん、あ、効果系なんですね、効果系シリーズが、はい、
落語をかけたんですね。どのあたりが役立ちましたかね。やっぱりそのランク付けがされているので、うん、自分の中ですごい優先順位がつけやすいのと、そのテキストと違ってその一つの論点として成立しているので、うんうん、まあ、すごくそこの論点を意識した学習ができるというところでやりやすかったです、うんうん、なるほど、こう理解しやすいって感じですね。まあ、正門ごとのなんか論証練習ですもんね、うん、なるほど、そこでこう流れも理解できるって感じですかね、はい、分かりました。あとじゃあレクの教材以外にこう自分なりにこうまとめのノートと か、 なんかそういったものを作ったりはしましたかね。基本的にその教材に書き込む形っていう勉強だったので、うんうん、はい、まとめノートを作ったっていうのはなかったですね。なるほど、じゃあレクの教材にメモ書きとかして、ね、まあ、集約したって感じですか、はい、まあ、そうですね、その方がいいかもわからないですね、うん、分かりました。あとはじゃあ、ずっと関西ではちょっと生クラスやれてない通信で受けられると思うんですけど、はい、まあ、添削が結構こう通信生の方とのやり取りになると思うんですけど、うん、添削、まあ、できる限りどの科目も丁寧にやってるつもりなんですけど、はい、そのあたりってこう受講生さんから見てどうでしたかね。添削に関してはその一応受ける受講する直前に調べた通りに、うん、やっぱりその丁寧で分かりやすくて、うん、まあ、やっぱりその添削があったからその自分の苦手ところとか意識できたのかなというふうに思います、うんうん、申し込む前にそのなんかそういうのちょっと評判みたいなのをなんか調べていただいたら、そうですね、はい、そうですか、評判をこうなんかこう裏切らずによかったなとサポート体制がしっかりしているというところの、はい、一つで、なるほど、その一つとして添削も丁寧、はい、あ、それは良かったですね、良かったですなるほど。あとはあの通信の方ですと、あの、教えてチューターというその、うん、メールでの質問制度みたいなのもあるんです、はい、そのあたりはどうでしたかね。あんまりその使うことはなかったんですけど、うん、そうですか、どうしても理解できないところとか、うん、時間かかりそうなというところをちょっとお願いして、うん、ちょっと答えていただいたっていう、うん、そうですか。一応頑張って早く返したりしましたかね。いや、すごく早かったです。あ、そうですか、はい、それ良かったです。なるべくこう迅速に返すってことを一応心がけてはいるつもりなんで、うん、あ、それ良かったです。あとはそうですね、1年半かかったんで、そのまあ短いとは短いとはいえ、それはそれで、はい、それなりに期間なので、うん、やっぱこうなんかモチベーション維持するとかそういうのが結構大変な部分もあると思うんですけど、そのあたりってなんか自分なりの方法論とかありましたか、ね。うん、多分勉強の全てに通じるかもしれないですけど、はい、やっぱりその勉強することに対して楽しさを見出すっていうのが、うん、すごい自分のモチベーション。勉強に楽しさを見出したんですね。すごい、はい、なるほど。なんかじゃあこう何ですかね、プチ目標みたいなの設定してこうクリアする楽しさみたいな自分なりに作ったみたいな感じなんですかね。そうですね。なんか最初やっぱり完全に初学者だったので、うん、はい、まあそのまず見たことないやつを覚えていくのは楽しかったんですけど、あ、なるほど、まずほとんど基礎講座の時で楽しいんですよね。で、はい、でそこからその暗記に行くにつれて、ちょっと作業というか、そうですね、ちょっと面白くないなというのもあったんですけど、はい、まあ、その覚えていたことがまた別のところとつながっていくのにまた楽しさを思って、ちょっとそこをモチベーションに。すごいですね、なかなかそれできそうでなかなかできないところなんですよね。難しいです、はい、あ、じゃあすごい、でもそういうかけたり理解できたりが楽しさになって、うん、でやればやるほどみたいな感じになって、そうですね、あ、それはすごいですね、はい、じゃあこう実際こう受かられたこそこう何て言うか感じられる、こういう人が受かりやすくて逆にこういう人は受かりにくいんじゃないかなみたいな、うん、自分なりに感じられるところはありますかね。やっぱりそのどの論点も平等にっていうわけにはいかないと思うんで、うん、そういうその早くやるべき論点とか、うん、そういったところにその優先順位をつけれる人が一番受かりやすいかなっていうふうに、うん、なるほど、思います。まあ、だからといって何でしょうかね、やらないところもないとかそういう感じなんでしょうか、そのメリハリはしつつも山張りはしない感じですか、ね。あ、そうですね、全くやらないっていうわけではないんですけど、うん、まあ、その優先順位つけて、うん、でここさえかければある程度の点数は見込めるかなっていうところで、うん、なるほど、ライン引いてっていう、なるほど、なるほど、基礎を重視つつ、うん、でもやっぱりこうメリハリをつけてやってるって感じですよね、うん、はい、わかりました。あとはですね、今年のじゃあその論文本試験を受け終わった時のこう自分なりのこう3日間やり終わった手応えみたいなのってどうでしたかね。この手応えに関してはちょっと3日間通して、うん、最初にその半々ぐらいの、うん、手応えだったので、はい、まあなんか自分の中で落ちてたのかなっていうのを思って、あ、そうですか、で実際にその合格その通知というか来た時に、うん、まあ、まず嬉しさがまず最初に来て、どちらかというと厳しいかなと思ってたってことなんで、はい、あ、そうですか、でその半々の分驚きっていうのもすごく大きかったです、ね、うん、あ、そうですか、はい、でもどうですかね、やっぱり演習ができなかったみたいなその辺のこう印象が強く残って出来悪かったみたいな思っちゃってたってことなんでしょうかね、うん、やっぱりその記述なんで、うん、持ってる点数より低いのかなって、自分が持ってる点数より、あ、すごい、あ、
自己採点が厳しいですね。でもね、自己採点厳しい人のが受かるんですよね。ああ、そうですね。やっぱり、こうすごい欠けましたというよりもやっぱりできる人は自分のミスに気づけるので、うん、そうすると あそこもやったミスしちゃったと思って人の方が受かったりするのでまあそれで受かった感じですかね。ちなみに合格発表ってどういうふうに確認されたんですか？は、国交省の方のやつで番号を見て、はい、あ、じゃあそのホームページに行ってとか、ね、で番号だけじゃちょっと信じられなかったので、うん、後日その発送される合格証書が来て、次か次の日ぐらいに届くんですかね。そうですね、やっと実感したっていうそうですか。番号だけじゃ信じられなかったですか？信じられなかったです。まあ、それぐらい そうかその手応え的にはちょっと厳しいかなと思われた、うん、ということですね。分かりました。一応こうレプはこう基礎を重視したその講座だったりこう、教材を意識してこう学習をしていただいてるんですけど、うん、そのあたりってこう実際こう本試験受けたり受かられたりした感想としてこう役立った役立たないその辺ってどう感じられますかね。うん、やっぱり自分の中で優先順位をつけたの勉強だったので、うん、その中でその基礎とかすごくしっかりしないとダメだなと思ってて、うん、実際にそのレックさんの講義とかを通して、うん、まあ、基礎をしっかりできてたからこそ、うん、まあ、試験とかでもすごくいい点数とかにつながったんじゃないかなと、うんうん、そうですね、はい、最近の本試験結構、まあ、やっぱある程度基礎を重視した流れになっているので、うん、そうですね、一応こう基礎を重視してあまりこんな難しい分野はこう触れさせずにまあ基礎を重視でやらせる方針はまあ今の傾向に合っているのかなと思うんですけどね、うん、はい、あと、特に教養科目とかの試験員の対策とかあとはその今の本試験の傾向を踏まえて、うん、あの問題だったり公開模試とか出してるんですけど、そのあたりってズバリ本試験で当たった当たってない含めてどうでしたかね。多分完全に当たったまではいかなくても、はい、やっぱりその答練とか模試とかで類似問題と か、うん、なんか周辺問題だったりとかを解いていたので、うん、まあ、試験とかでも出てきた時に冷静になんかまあ解けたんじゃないかなと、うんうん、あ、なるほどなるほど、はい、そうですね、まあ、ズバリじゃなくても周辺が出ると、うん、あ、なんかそこからこんな感じでとか、そうですね、まあ、当てできるという感じですかね、はい、分かりました。学生の方よく僕も質問を受けるんですけど、はい、あの一般のこう就職活動と、うん、こうなんか資格の勉強のバランスとかも難しいと思うんですけど、その一般の就職活動はなさったんですかね。当初は、就職活動と試験勉強を一応並行しながらやろうと考えていたんですけど、うん、多分コロナ禍で、うん、あの試験勉強じゃ試験期間というか延期されたことで、うん、あ、そうですね、まあ、これをきっかけにその不動産鑑定士の試験勉強の方に専念した方がいいのかなっていうふうに思ったので、就職活動はその割と早い段階で終わりました、ね、あ、なるほどなるほど、一応一般の就職の内定だったらそれ取れたそういう感じはあったんですか？そのいや内定まで行ってなかった、多分4月の早い段階とか、うん、あ、その辺でも辞められて、はい、資格の、の方に専念したって。あ、なるほどなるほど、はい、分かりました。でこの今合格した後はなんかどっかしらの鑑定事務所とかにも就職活動してる感じなんですか、ね、と試験後に多分皆さんあの、うん、事務所の方に就職活動されると思うんですけど、うん、ちょっと今回その手応えが半分でじゃあ動いてなかった感じなんですね。それはなるほどなるほど、はい、はい、そうなんですよ。じゃあ今動かれてる感じですか、ね、そうですね、合格発表後、はい、その鑑定事務所の方に一応履歴書とか、はいはいはい、まあ、面接とかを始めてるっていう感じです。なるほど、はい、まあ、実務就職急がなければ多分今4月1日入社とかでも募集してると思うので、そうですね、まあ、この方がいい、うん、まあ、まあ、全然最年少ですし多分その方が逆にいいんじゃないかなって、まあ、ちょっとその今年の方の実務就職に間に合わなかったんですけど、あ、そうですね、まあ、すぐ決めないとなんか勉強期間なのかなっていう、まあ、事務所によってはいきなり実務就職行かせずに、うん、あの会社の仕事を覚えてもらってから実務就職行くの で、うん、 そうですね、そんなに焦って4月1日入社の方がいいことかも分かんない、ね、まあ、じっくりちょっとその力をつけていこうかなと。そうですね、はい、すごい良かったかも分かんないです。はい、じゃあ、これからあの鑑定士になって我々で活躍すると思うんですけど、 これからの抱負みたいなものってあったりしますかね、うん、やっぱりその試験勉強で、まあ、民法とか会計学とか、うん、広い知識とかつけれたと思うので、うん、そこからその実務と結びつけての勉強っていうのを深めていって、うん、でその不動産に関する新しい知識とか、うん、まあ、そういう取得にちょっと向かいたいなっていう、うん、もう本当に次の世代ですもんね、多分ちょっともう僕ら古い世代でもいろんなこと変えていく世代に多分なっていきますでしょうね、はい、うん、多分そうだと思います。分かりました。じゃ あの最後になるんですけど、はい、多分これご覧になってる方これからあの鑑定士目指される方も多いと思うんですけど、はい、何かこう合格者の方からのメッセージみたいなのいただけるとありがたいんですけど、うん、そうですね、まあ、多分僕自身その試験勉強結構ギリギリまで受かるか受からないか分からない状態だったんですけど、うん、やっぱりそこを諦めずに、
最後までやったことで最後の合格につながったのかなと思うので、うん、今学習中の方もその最後まで諦めずにちょっと頑張ってほしいなと思います。そうですよね。僕は公開模試の時になんか優秀答案で選んだと思うんですけど、はい、あ、そうでした。あれって言いましたけど僕なんか答案選んだというような気がするんですけどね。なんかこれね、公開模試ぐらいからすごいガーッと上がってるイメージなんですよ。自分でも感じませんでした。なんかそのやっぱり最後のちょっと本当に最後の最後とかぐわーって力が上がってる感じはなかったですか？やっぱり大きなとこしかイメージできてなかったのが、うん、ちょっとその論点同士のつながりじゃないですけど、うん、まあ、段落ごとのつながりとか、うん、そういう細かいところの意識ができたのかなというのは、ね、最後にこうぐーっと上がってる感があったのでここは本当それでも諦めちゃったら終わりじゃないですか。そうですね、諦めなかった、うん、だから最後こうぐーっと上がってる感があったので、そうです、それだから見事になっていただいたって感じですよね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。、はい、すみません、本日はわざわざ来ていただきましてありがとうございます、はい、多分すごい、ね、ね、役に立った話を聞けたんじゃないかなと思います。はい、はい、じゃあ、村上圭さん、お越しいただきまして、対談という形でお話をしていただきました。本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。